前の皆さん、こんにちは、翼です。はい、ということで本日なんですけども、ニューキックス、本日紹介していきたいなと思います。じゃじゃーん！ということで、いきなりなんですけども、今日はですね、スニーカーダンクさんで、2足、爆買いですよね、購入しましたので、紹介させていただきたいなと思います。皆さん、天下のスニーカーダンクさんですよ。これプロパーショップじゃないですからね、皆さん。もう最近はですね、スニーカーの値上がり、どのブランドさんも軒並み上がってるじゃないですか、今。なので、スニーカーダンクさんで買うとほとんど変わらないモデル結構あるんですよ。まあ、動画にせずスニーカー買ったりとかも実はしてるんですけども、遠慮なく最近スニーカーダンクさんで買ってるんですけど、皆さんいかがでしょうか？まあ、そもそもね、二足買いなんでね、どんだけ贅沢やねんって感じなんですけど、なんかあとあれですね、届くまでの時間も結構、1、2年前より、早くなったような感じするんですけど、皆さんどうです？出品者側のね、発送時間かかったりするんですけど、最近はね、本当に当日とかに発送してくれるんで、もう5日もあればね、なんか最近は余裕で届くことがね、まあ、結構多くて、なんか他のあれなんですかね、サイトと天秤にかけてとか、そういうことやる人が少なくなったのかなという感じで、もうこれ箱見たら一発でバレます。いきますよ、せーの、じゃじゃん、こちら。お前前紹介してたやんって思い張った方もいらっしゃると思うんですが、そうなんですよ。あの時はですね、韓国旅行ですよ。僕のマイサイズもう売り切れてたんですよ。ほんで、僕の友達に韓国おるやったら買ってきてくれ言われて、自分のマイサイズじゃないサイズを買ってね、韓国から日本に持ち帰って、自分のやつ実は買えてなかったんですけど、だいぶ安くなってたんで、購入してました。クーポン使って。ということでね、中身ですね。まあ、皆さんも分かってるでしょう。こちらね、鑑定書、スニーカーダンクさんのこういうのが入ってて、中身がですね、じゃじゃん、エアジョーダン4レトロのサンダーです。こちら。はい、こちら、両足になります。まあ、こちらはね、ジョーダン4サンダーですね。ご存知の方はほとんどやと思いますんで、そんなにね、詳しく紹介する必要もないかなと思うんですけども、まあ、今回こちら、今年リリースされたジョーダン4の中で、これ一番僕の中で激アツモデルになってて、やっと自分のマイサイズ手に入れれましたよ。はい、こんな感じで。かっこええな、これ。僕がですね、スニーカーにハマり始めた頃のこのジョーダン4のサンダーって、まあ、伝説カラーみたいな、伝説モデルみたいな感じのイメージだったんですよね。こちらね、発売日どうしても欲しかったんですけど、そや思い出した。ジョーダン4のこのサンダーの発売日と、僕が韓国に旅行行ったタイミングダブってたんですよね。別にダブらしたわけじゃなくて、たまたまダブっちゃって、あ、並びに行かれへんわと思って。で、もう完全に諦めてたんですよ。いつかまあスニダンでプレネで買おうと思って、値段が落ちたタイミングで絶対に買おうと思ってたんですけど、発売日当日にミョンドンのナイキストアに行ったんですよ。で、2階フロア上がってジョーダンコーナー行ったら、これ置いとったんですよね。朝一行ったんですよ。10時ぐらいやったかな。オープンしてすぐぐらいに行って、別にこれを狙いに行ったわけじゃなくて、たまたま友達らと旅行してる中で、ナイキストアがあったからミョンドンにたまたま入って本は置いてあったので自分のサイズありますかということを確認したタイミングでオープンして1時間ぐらいですよね。もう在庫ないと。これツイッターにこれ売ってるよって写真あげたら友達から買ってきてくれって言われて、自分のマイサイズじゃないサイズ違うやつこうって、ほんで帰ってきてご紹介だけさせてもらってね。まあ、そんなこんないろいろありましたけど、ようやく、僕も手に入れることができまして、本日初開封ということで、結構な時間ね、このスニーカーダンクさんの箱の中で眠ってたんですけど、ようやくご紹介できたということで、明日からやっと履けます。まあ、このね、ジョーダン4サンダー、まあ、僕の中では、本当に今年のジョーダン4、もうナンバーワンですね、こちらの一足。ちょっと履くのもったいないなという気はするんですけども、これはどうしてもでも履きたいな、というのはですね、まあ、こちらね、今私被ってますけども、私のブランドエールジャパンのですね、エクスクルーエクスクルーシブパックスニーカーズコレクションボリューム1と題しましてですね、こちら5950のシカゴカブスのサンダーですね、こちらを8月の27日日曜日リリースさせていただきます。そしてね、8月の27日はですね、フレッシュキャップとエールジャパンのコラボによるポップアップストアが1日限定で開催されるんですけども、そちらでですね、先行販売、こちら5950サンダーさせていただくんですけども、同じ日27日21時からですね、オンライン販売、ございますので、ぜひね、チェックしていただきたいんですが、まあ、こちらの5950シカゴカブスサンダーですね、もうこのサンダー、AJ4 サンダーのために、用意させてもらったと言っても過言ではない。まあ、このね、キャップのためにも、もうどうしてもこれは持っときたいという、まあ、ずっとありましたんで、まあ、定価で買えればよかったんですけどね、結局まあ韓国まで行って、まあ、自分のサイズなかったんで、まあ、スニーカーダンクさんで、買わせてもらったんですけど、友達にスニーカーダンク入会してもらって、クーポンで買いました。じゃじゃーん、ということでですね、せっかくなんで見せときましょう。こんな感じ。もう色合わせバチバチでしょ。もうこれなんかセット販売しててもおかしくないような感じの、デザインというかカラーリングやと思ってます。アンダーバイザーもイエローということで、バチバチですね。はい、フロント。このね、ブラックベアがね、味噌になってて、サイドパッチもね、
こちら、ブラック&イエローになってますね。で、バッターマンロゴも、これちょっとね、光の加減で見えにくいと思うんですが、ブラック&イエロー、黒黄色ですね。こちら、ポップアップストアでリリース先行販売させていただいて、夜21時からオンライン販売もありますので、ぜひね、皆さんチェックしていただきたいんですけども、エアジョーダン4、サンダーですね。まず今回、スニーカーダンクさん1足目ですね、購入させていただきました。もう最高、今の格好にもバッチリ合ってますよね。まあ、今日の動画の最後でですね、また詳しくちょっとご説明させてもらうんですけど、ポップアップの方でね、販売させていただく、今ちょっと着てるちょっと T シャツ見せますわ。動画の最後で、また詳しくちょっとご紹介するんですけど、じゃじゃん、こちらですね、フレッシュキャップとエルジャパンのコラボによるエディ&ラッペル SST ブラック&ホワイト、めっちゃいかつくないですか。フレッシュキャップのね、大阪アメリカ村コスト2コースト、フレッシュキャップのですね、看板スタッフエディとラッペルのね、イラストをね、落とし込んだリミテッド T シャツ、今回コラボでポップアップストアでね、先行販売させていただくんですけど、まあフロントね、左胸にはですね、フレッシュキャップエディとラッペルのイラスト、まあ下にね、今回プロダクトバイエルジャパンとフレッシュキャップの下ですね、じゃじゃん、こちらが本家ですね。まあ、本家っていうか、はっきりしてるんですけど、めっちゃ似てるでしょ。すいません。これちょっと僕の私物の T シャツなんで、何回も着ちゃってるやつなんで、ちょっとすいません。シワクシャになっちゃってるんですが、ちなみに僕、M サイズ着てます。まあ、M っていうのもかなりでかいんです。シプの L ぐらいあります。L ジャパンのね、専属のデザイナーさんにですね、お願いして、エディとラッペルのイラスト描いていただいたんですけど、めっちゃ似てるでしょ。めちゃめちゃ可愛くないですか？こちらのホワイトに対してブラックは結構いかつめ。こんな感じね。はい、とまあね、そんな感じでですね、後でね、詳しく、ご紹介もね、させていただくんですけども、続いて2足目ですよね。こちら。はい。めっちゃ贅沢ですよね、このスニダンの箱2つって。でもね、ほんまに最近ちょいオフルモデルですよね。めちゃめちゃ安くなってるんで、直営店とかで買うよりも全然安い値段で買えたりできるモデルもいっぱいあるんで、皆さんぜひね、あのスニダンのアプリチェックしてみてください。あ、これ別にあのスニダンの僕アンバサダーですけど、スニダンさんにそう言ってくれって言われてるわけじゃないですかね。僕これちゃんとスニダンさん、もう普通にお客さんと一緒に買わせてもらってるんで、これ捨て場じゃないんで皆さんそこだけね、ご理解ねいただきたいなと思いますけども。こちらがですね、今回めちゃめちゃ安く購入できたんで、皆さんにちょっとご紹介ね、させていただきたいなと、思ってるんですが、やばいな、箱ボロボロやなこれ。今回購入させてもらった2足目なんですが、箱ね、まず、じゃじゃん、こちら。ニューバランス。最近ね、僕の YouTube でもよく出てくるニューバランスなんですが、これね、ちょっとね、箱がボロボロっすね。まあ、ボロボロってこともないか、まあ、ちょっとこの辺が、もう破れちゃってるんですけど、ね、あと袋がね、この再生紙って言ったんですか、これもうビリビリっすね。まあ別に、履くんでどうでもいいんですけど、箱は。ということで、今回ね、スニーカーダンクで購入した2足目がですね、こちら、ニューバランス2002のですね、ワインレッドですね。ということで、こちらね、あれ？見たことあるなと。もうこれね、1年ぐらい前にですね、ゲンバスこと三山がね、ニューバランスデビューの時にこれ買ってたんですよね。確かキックスさんで購入したって言ったかな。まあこういったワインレッドですよね。まあナイキでもなかなか出えへんし、こういう色を買ったことがなかったんで、あ、その時にね、あ、僕も欲しいなと思ったんですよね。で、この2002自体ね、前回の動画でも実は僕は購入してるんですけど、この2002のそもそもフィッティングが僕好きで、じゃじゃん、こちらですね、ニューバランス2002、これ8月の18日かな、発売したこの2002の新作カラーなんですけど、僕の足に対してのフィッティングがすごくこの2002良くて、まあ今回、こちらのですね、同じモデルですね。ミッドソールが少しセールカラーになってて、動画では分かりにくいかと思うんですが、セールカラーになってて、本当に小豆カラーみたいな、まあワインレッドなんですけど、品番上では。で、こちらね、シューレースがナチュラルカラーになってて、本当に僕っぽくないカラーなんですが、今まで買ってこなかったスニーカーもいいなって、これ買ったんですけど、これ驚くのがね、こちらを買った価格なんですよ。で、こちらね、一応定価がですね、これ一応ユナイテッドアローズさんのタグついてるんですけど、16,280円になってますね、こちら。あれ？俺、これ、8月の18日に買ったこちらのネイビー、俺、1キュッパかなんかで買ったぞ。っていうことは、これも値上がりしてるってことですね。まあ、このワインレッドがちょっといつ出たのか、ちょっとわからないんですけど、まあ、でも1年半ぐらい前に、このワインレッド出たと思うんですけど、まあ、3000ぐらい値上がってたんですね。まあ、こちらはね、スニダンで購入したんですけど、手数料とかもろもろ込みで、これ僕9500ちょっとで買ってるんですよ。ナイキをはじめ、まあ、このニューバランス今も3000ぐらい上がってますよね。まあ、他のモデルなんかも、軒並み値段がガーッと低価が上がってる中で、あ、9000円でこんなニューバランスのモデル買えるんやったらええなと思って、まあ、チャレンジのね、意味も込めて今回2002のこのワインレッド、購入したということで、贅沢にもですね、こちら今回ワインレッドのニューバランス2002、そして、こちら、ジョーダン4のサンダーですね、もう、これはもうバチバチやけど、これはガチャガチャやな、このキャップに対してね。まあ、このスニーカー履くときはちょっとキャップの色を変えないとダメやな。まあシンプルイズベストで、こういったホワイトソックスのネイビーのカスタムだったり、ちょっとすいません、照明の加減で分かりにくいかもしれないですが、バイソンズのこちらナチュラルピンクの、
キャップだったりとか、こういう感じとか相性いいですね。僕はでもこっちの方が好きかな。ネイビーのキャップにこう足元、ワインレッドみたいな。そんな感じでこちら、2足今回購入したんですけど、2足でなんぼかな。手数料込みで4万円ちょっとかな。で、今回購入したんですけど、なんかもう最近ね、定価がとにかく高いんで、2足ね、これニューバランスの、どうなんやろ、2002って、それなりにいいモデルなのかな。そちらとこちら、ジョーダン4のサンダーですよ。これ伝説的なカラー。まあ、1足2万円ずつぐらいですよね。なんかもうめちゃくちゃ安く感じちゃうんですよね。これもうダメなんですけど、もう我慢できなくて今回買っちゃいました。まあでもね、言うてね、これ、ニューバランスの2002の新色ネイビー。そして8月の頭にはですよ。もうこれがもうエグいっすよ。こちらがね、僕のニューバランスデビュー作になったんですが、990の V6 のグレーですね。店員さんに勧められてですね、もうニューバランスのグレーが欲しい。その中で一番いいスニーカーを買いたいから教えてくださいと。こちら990の V6。今なら間違いないと思いますと教えていただいたんですけども、これ定価が36,000。もうむちゃくちゃ高いっす、これ。まあ、これを今月の頭に買ったんですけども、もうこれは今ちょっと反省してます。まあ、すごく気に入ってるんですけども、あまりにも高すぎるんで、これ36,300円。いや、そう思ったらね、今日購入させてもらった今日、ジョーダン4のサンダーですよね。こちらと、今回ニューバランスの、ワインレッド、これ2つで4万やと思えば、もう可愛いもんやなと。もう定価の概念が最近ちょっとおかしくなってきて、なんかここ数年で一番最近スニーカー買ってんじゃないかなっていうぐらいですね。最近スニーカーボンボン買ってて。まあ、リセール市場のね、動向も今後ね、大きく変わるんじゃないかなと思うと、まあ、またスニダンとか、いわゆる二次市場のね、向き合い方みたいなものもね、どんどん買ってくるんじゃないのかなと思っておりますんで、今後もですね、こまめにね、チェックしたいなと。おります。ということで、そんな感じで今日は、いや今月えぐいわ。990V6 2002 2足買ってジョーダン4でしょ。今月久しぶりにスニーカーだけで10万超えてますね。ということで、最後になるんですけども、今回ですね、フレッシュキャップとエールジャパンコラボによるですね、ポップアップストア開催させていただくことが8月の27日決定しております。ということで、今回ね、新作の商品、リミテッド商品、たくさん、リリースさせていただくんですけど、まずはですね、じゃじゃん、こちらですね、5950シカゴカブスのですね、通称サンダーがですね、今回リリースされます。ポップアップストアで先行販売。そして、夜の21時からですね、オンライン販売も、ご用意ございます。そしてね、先ほどチラッとご紹介させてもらったんですけど、こちら、エディ&ラッフェルの SST ですね。僕今、ブラック着用してるんですけど、じゃじゃん、こちらがですね、ホワイトになっております。ブラックがこんな感じ。ブラック結構いかつめっすね。まあ、ホワイトはザ・エディ&ラッフェルって感じで、ホワイトボディのタイプはブラックプリント、そしてブラックボディのタイプはホワイトプリント。まあ、いわゆるですね、色違いなんですけども、これだけね、雰囲気というか印象がね、ガラッと変わるね、デザインも、まあ、珍しいんじゃないのかなと思うんですよね。なんか同じデザインで色違いで出ることってたくさんあると思うんですけども、印象がね、結構これだけ変わるね、デザインの T シャツも珍しいんじゃないのかなと思います。今回ですね、僕2色買いをおすすめさせてもらってます。こちらもね、ポップアップストアで先行販売もさせていただきますし、夜の21時から、エルジャパンのね、公式オンラインショップでの販売もございます。ちなみにですね、まだこちら以外にもですね、未公開の限定カラーの T シャツも実はご用意してるんでね、当日ポップアップストア遊びに来る方は、ぜひね、そちらの方もね、楽しみにしていただきたいなと思っております。そしてじゃじゃん、こちらですね、エディ&ラッフェルのナイロンショーツです。しかもエールジャパンから初の、ナイロンショーツということでですね、一応水陸両用になっておりまして、こういったねパンツ旅行の時超便利なんですよね。軽いしすぐ乾くんで、ほんまはまあんまやらん方がいいんですけど、これボディーソープとかシャンプーで出先でホテルとかでブワーって洗って、で室内干しするっていう、もう15分ぐらいでこれ乾くナイロンショーツになってるんで、出先まあ旅行行く時とか、まあお出かけの時もそうですけども、まあまだまだ暑い日続くんで、ぜひねこちらのナイロンショーツもねチェックしていただきたいんですよ。あとエルジャパンでね初のナイロンショーツということで、まあ結構ナイロンショーツ出してくださいっていうお声もね、もう去年からずっといただいてたんで、やっとのリリースということで、今回エディアンドラッフェルとの、コラボですね、今回リリースさせていただきますので、こちらブラックと、そしてですね、僕今着用してるカラーがですね、じゃじゃん、こちらでございます。すいません、ちょっと椅子の上乗って行儀悪いんですけども、こちら、エディ&ラッフェルのナイロンショーツのミントカラーです。プリントはですねブラックになってるんですけども、こんな感じ、めちゃめちゃ爽やかな印象ですよね。まあちなみにですね、フレッシュキャップのエディはミントの方が好きやと、ラッフェルはブラックの方がいいと言ってました。まあ今回このナイロンショーツも初やし、まあこのねミントカラー自体もですね、エールジャパンでリリースするの実は初めてなんですよ。まあ今までね、いろんなエールジャパンのコレクション購入された方にとってもですね、非常にね珍しいカラーになってるんじゃないのかなと思っております。まあ、こういった感じで、白とパンツミントみたいな。まあ、この前ね、エディと動画撮ってる時にですね、この黒に対して、このミントカラーのパンツ合わせですごくいいなと思って、今日はそれ真似して実は僕も着てるんですけど、まあ、これはこれでありやなと思って、こんな感じですね。まあ、今回そちらで、合わせてみたんですけども、
まあ、ぜひね、こちらもですね、8月の27日、ポップアップストアで先行販売、そして夜の、21時から公式オンラインショップで販売もございますので、ぜひですね、こちらの方も、チェックしていただければなと思っております。ということで、今回ですね、こちら、ジョーダン4と2002のワインレッドのニューバランス、こちら2足買いさせてもらったという、動画でございました。ということでね、今回の動画おもろかったんやけど、思っていただいた方ぜひともですね、グッドボタンの方とチャンネル登録ね、よろしくお願いします。あとね、YouTube で公開していない裏側だったりとか、私のブランドエールジャパンのですね、新作商品の情報、あとは限定販売の告知なんかをですね、Instagram メインでさせてもらってますので、ぜひね、概要欄の下からですね、私の Instagram もぜひね、フォローしていただきますよう、よろしくお願いいたします。ということでですね、皆さんまた次回の動画でお会いしたいなと思います。皆さん、ありがとうございました。